ただいまより第38回全日本少年サッカー大会開会を宣言いたします。皆さん頑張りましょう。皆さんこんにちは。そして第38回決勝大会出場おめでとうございます。一生懸命練習し各地域戦ってここに集まった皆さんの目は今キラキラ輝いています。今国旗に注目して君が代を聞きましたね。ワールドカップでも皆さんのお兄さんたちがこの君が代を聞きながら君が代の日の丸に手を当てて日本代表として誓っていたはずです。皆さんも地域の代表です。地域の皆さんが皆さんの頑張りでどれだけ元気づけられるか分かりません。スポーツサッカーにはそういう力を持っています。ぜひ皆さん一戦一戦大切に戦いながらまた新しいお友達との交流も楽しみに大会を、楽しんでください。この年この夏の大会に一番いい思い出をたくさんここ富士山の麓で作ることを期待します。今年大会が夏の大会が、ここで一応幕を閉じますがまた新たな冬に開催することになりますが、38年という歴史の中で夏暑い中、水分補給であるとかいろいろなことを考えながら指導者の皆さんご父兄の皆さんが皆さんのために皆さんの健康を考えながら、頑張って築いてきてくれた大会です。新たな大会に向かってというよりも最後の夏の大会をぜひ皆さんに本当に素晴らしい大会だったと言えるように皆さんの力もお願いします。またご列席のお父さんお母さん今日はたくさんありがとうございます。指導者の皆さんありがとうございます。子どもたちの元気な姿を皆さんで、共有して、将来の日本を、期待したいと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。最後に、協賛していただきます多くのスポンサーの皆さんに感謝をしながら、皆さんもスポンサーの皆さんもそうですが、ここに携わっているお兄さんやお姉さんそれから会場でいつも水まきをしてくれたりいろいろなお世話をしてくださる皆さんにありがとうという感謝とそして相手を尊敬するリスペクトの心を忘れずにこの大会を楽しんでいただきたいと思います。それでは皆さん最後まで元気で諦めずいい大会を築きましょう。以上です。先生、僕たちは日韓ワールドカップが開催された年に生まれ、今年はブラジルでワールドカップが開催されました。改めてサッカーの楽しさや難しさ、そして世界中の人々に愛されているスポーツだということに気づかされました。僕の夢は将来ワールドカップに出場することです。夢を叶えるためにこの大会でさらに成長したいと思います。今年の夏で最後になる静岡県での全国大会で今日僕た
ちがこのピッチに立てることは本当に素晴らしいことだと実感しています。サッカーが毎日できる環境を与えてくれたお父さん、お母さん、指導者の方々、審判員の皆様方、サッカーに関わる全ての人をリスペクトします。そしてありがとうという感謝の気持ちを胸に、我々選手一同はこの大会に出場できなかったチームの分も頑張り、共に汗を流してきた仲間を信じて、正々堂々最後まで諦めずに全力でプレーすることをここに誓います。選手代表高知県牛尾ジュニアフットボールクラブ主将楠の世界。力強い立派な先生でした。楠瀬選手ありがとうございました。選手の皆さんは日頃の力を出し切り精一杯頑張ってください。